いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。ようこそ、フォーシャイン。はじめまして、小雪です。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。そうなんですね。盛り上がりましょう。かわいいね。いらっしゃいませ。またですよね。かわいいね。お待たせしました。あかんわ。お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。お願いします。お会計ですね。ありがとうございました。ようこそ、よろしく頼むよ。盛り上がってきた。盛り上がっていきましょう。限界です。フォーシャイン、フィーバータイムだ。お願いします。お会計ですね。ようこそ、よろしく頼むよ。素敵だよ。お願いします。よろしくお願いします。すごいタイプだよ。お会計ですね。ありがとうございました。いらっしゃいませ。なるほど、盛り上がってきた。限界みたいです。なんとか乗り切れたな、桐生
ありがとうございました。本当に初めてですか？経験者みたいでしたよ。私も思いました。桐生さん才能ありますよ。お世辞はいい。だがなかなかいい店だと思うぜ。客もみんなこの店を気に入ってるようだしな。ありがとうございます。おやおや、スタッフを引き抜かれて営業できずに落ち込んでるかと思いきや、楽しそうじゃないですか。あいつはあの引き抜きの男。神崎さん。神崎。神崎グループっていう巨大キャバクラ経営企業の会長さんです。私たちに嫌がらせや営業妨害をしているのはこの人なんです。小雪ちゃん、まだこんなしょぼい店舗にいるのかい。早くうちに来なよ。可愛がってあげるからさ。お断りです。釣れないね。ま、そんなところが君の可愛いところだけどね。神崎君、今日は何の用？また邪魔でもしに来たのかしら。きついなあ、ゆきさん。今日はね、これを持ってきたんですよ。これは？キャバクラグランプリの案内です。キャバクラグランプリ？何なんだそれは。全国からの競合キャバクラ店が集まって売上ナンバーワンを競う業界最大のイベントです。グランプリで優勝したお店は宣伝効果で超人気店になると言われています。ほう、そんなものがあるのか。ええ、ちなみに去年のチャンピオンはそこにいるキララさんが率いるお店、蒼天堀サンシャイン、神崎グループ最大、そして日本最大の売り上げを誇るお店です。どうも。なんと今回は特別推薦枠としてフォーシャインが選ばれたんです。でもフォーシャインは在籍キャバ嬢の関係で出場資格を満たしてないはず。一体どうして？いやー、私も元同僚としてフォーシャインがこのまま潰れるのを黙って見てられなかったんですよ。そこで大会本部に掛け合いまして、今回特別に推薦枠を用意してもらったんです。ほんと感謝してもらいたい気分ですよ。よく言うわよ。本当はフォーシャインにとどめを刺したいだけでしょ。とどめ？全国から強豪が集まるキャバクラグランプリに弱小のフォーシャインが参加してもボロ負けするのは確実。大会でそんな恥をさらしたら店の評判や風格はダダ落ち。ただでさえ経営難のフォーシャインがそんなことになったらもう生き残ることはできないでしょ。そんな。おいおいおい、ダメじゃないかキララ。こっちの思惑をバラしちゃ失礼だろ。ま、せいぜい頑張ってくださいよフォーシャインの皆さん。それじゃ大会でお会いしましょう。ユキさん、大会本部に事情を伝えて辞退した方が。ユキさん？小雪ちゃん、出よ、キャバクラグランプリ。え？でもこのままだと出ようと出まいとフォーシャインはもうすぐ潰れてしまうわ。もちろん勝てる見込みが薄いことは分かってる。でも可能性が少しでもあるなら、たとえ恥をかいてでも私はそれにかけてみたい。戦わないで負けるのも嫌だし、どうせ死ぬなら戦って死にたいじゃない。ユキさん、それに私は信じてるんだこのお店を。小さいけれど他のどのお店よりもお客様を大事にできる、そんなお店が負けるわけがないじゃないってね。そうですね、やりましょうユキさん。よーし、ちょうど決まればあとは突き進むのみ。キリュウさん頑張りましょうね。
ああ、え、俺もか。お願いしますよ、乗りかかった船じゃないですか。それに飛龍さん才能ありますってね。そうは言っても俺もいろいろとやることがあるし。可能な範囲で構いませんからね。お礼も必ずしますし、メリット満載ですよね。ね、まったくしょうがねえな。わかったよ。やったー、キリュウさん、絶対キャバクラリーグを勝ち上がってこのお店を人気店にしましょうね。ああ、そうだ、せっかく仲間も増えたことだし、久々にあれやろうか。いいですね。あれ、いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォーシャイン。うまく決まったね、キリュウさんも次はちゃんと覚えて一緒にやってくださいね。ああ、もしかしてとんでもねえもんを引き受けちまったのか。あ、ああ、いや、お願いします。ああ、このままやったら体が持たへんよ。ほっといて。なんであんたはそうやって無茶すんの。ママが何も話してくれへんからやないか。何でも言うてるやんか。あんたの両親とヤクザは関係ないって。だったら教えてよ、私の本当の親は誰なの。もうこの話はええわ。とにかく私はあの桐生一馬を追いかける。なんでや。
あの男が東条会の人間だからよ。東条会？彼の身辺保護をすれば東条会に近づける。そうすれば過去に何があったか調べることができるわ。カール、あんた。まだ痛むか？もうなんともないわ。水一杯くれねえか？佐山です。あ、はい。ちょっと怪我をしまして。はい、はい、一緒です。え？あ、はい、わかりました。うちの課長から。え？桐生だ。府警四課の別所や。うちの佐山から捜査の話は聞いとるな。ああ、だが俺に何の用だ？聞いて腰抜かすなや。あんたの連れと郷田会長がどこぞの連中に誘拐されよった。何だと？駆けつけたうちの捜査員にあいつらマシンガンぶっ放して逃げよったそうや。合流会か？いや、それが外国語を喋っとったそうや。心当たりあるか？いや。そうか、ほんならええわ。それが知りたかっただけや。それよりさっさとカムロ町へ戻った方がええんやないか？カムロ町に？だがこのまま大吾と会長をほっとくわけにはいかない。逃げた車のナンバーはカムロ町方面のナンバーやったそうや。何？わしが言えんのはそこまでや。立場もあるしの。わかった、恩に着る。ええか、お前の弾は四課と佐山が握ってるっちゅうのを忘れんなよ。わかった。ほな。カムロ町へ帰る。え？府警の管轄外だ。お前は残ってもいいんだぞ。あなたの身辺保護を頼まれた以上管轄なんてないわ。私も行くわ。勝手にしろ。どうしたんだ？大丈夫よ。ちょっとめまいがしただけ。まだ熱が引いてないんだな。大丈夫って言ってるでしょ。ほっといてよ。やめてよ、恥ずかしいじゃない。うるさい。ちょっとそこまで行くだけだ。ここはどこ？俺の馴染みの店だったところだ。そう。無理してついてくるからこうなるんだ。休めばすぐに良くなるわ。あれから営業はしてないようだが、電気は使えるようだ。
はい。しばらく寝てろ。しばらく寝てろ。どちらまで行かれますか？
それでは出発いたします。合流会がクーデターを。合田龍二は何が何でも関東と関西の全面戦争に持ち込む腹積もりです。二人を連れ去った海外組織の正体は分かったのか。いいえ。それで大吾を連れ去ったその男は深夜の1時天野ビルに一人で来いと言ったんだね。はい。これは罠だよ。分かっています。ですが行かないことには相手の素性も狙いもつかむことができません。そりゃそうだがね。その海外組織と合流会が裏でつながっているのか。間違いないでしょう。合田会長と大吾を誘拐するのは合流会以外に考えられませんから。俺の組事務所を爆破したのもその海外組織の仕業か。ということはカムロ町に詳しい組織に違いない。それならなおさら一人で行くのは危険だ。新道、天野ビルがあるところはお前の島内だったね。相手に気づかれないように桐生の警護をしてやってくれ。お断りします。どういうことだ。うちの若い衆は桐生のおじきに組み潰されかけた恨みを忘れちゃいません。ですから警護なの。バカ野郎、あれは錦山が裏切ったからだろうが。そのことは重々承知しております。しかし自分たちは錦山の親父に惚れてこの世界に足踏み入れたんです。今でも親父に対する思いは変わりないんです。組の方針に従えないのかい。たとえ登場会の大門を外されようと。それだけ。分かった。錦の男気を一番よく知っているのは俺だ。お前たちの気持ちはよくわかる。ただ一つだけ聞いておく。何でしょうか。俺に対する恨み以外腹の中に積み隠してるもんはないだろうな。ありません。そうか。それなら